20番高橋大輔さん関西大学。
chiaro.高橋選手本当に気迫、そして迫力あふれる演技でした。そうですね、今日はもう人生初の4回転2本がプログラムの中で決まって、試合の中で決まって、本当にそれはすごく嬉しかったんですけど、まあ、課題としてたスピン、あとスケーティングの部分で今日はすごくバッチだったので、まあ、その辺がすごく不満の残る、いつもの試合より悪かったので、そこら辺がすごく不満です。ただ4回転を日本入れてくれというのは相当強い気持ちがなければこの本番では出せなかったと思うんですが、どうですか？そうですね、もう本当に今回の全日本は4回転2本入れるつもりですごくいたので、まあ、本当に今日は絶対降りるぞという気持ちで、最初の方もその4回転のことしか考えてなかったです。さあ、これで世界フィギュアがほぼ手中にありますけれども、今もう頭はそちらに向いてます？そうですね、もう本当に今度の世界選手権はまた4回転2本決めて、もうスピンステップで疲れが見えないように、もう最後まで 100% 振り絞って力を振り絞ってできるようにしたいなと思います。